はい、皆さんこんにちは。岩田市長の草地博明です。令和3年8月号の広報岩田をご紹介をいたします。先月からこの動画で伝える広報取り組んでおります。今月の広報もお楽しみください。さて、表紙は東京2020オリンピックの卓球混合ダブルスで見事金メダルを獲得した岩田市出身の水谷隼選手と伊藤美誠選手の2人に飾っていただいておりますが、2人の活躍は次号の9月号で特集する予定ですのでお待ちください。そして表紙を開きますと、これもスポーツの関係です。6月の東京ドームで行われました総合格闘技の試合で、岩田出身のクレベル小池選手、そしてホベルト・サトシ・ソウザ選手が大活躍をいたしました。スポーツの街である岩田市に新しい風を吹き込んでくれました。先日表敬訪問をしてくれまして、私も参加説明を教えていただきましたけれども、本当に試合中とは打って変わって優しい顔のお二人を今回の広報岩田ではご紹介をしております。そして次のページは7月の17日に開通をいたしました新岩田スマートインターチェンジの情報を載せています。新型コロナウイルスの影響でなかなか外に出られない、そして岩田に訪れることできませんけれども、ぜひコロナが落ち着きましたら皆さん遊びに来ていただきたいと思います。ラウンドアバウト型というちょっと変わった構造のスマートインターチェンジです。ぜひ皆さんご利用をよろしくお願いいたします。そして次のページ、地震に備える南海トラフ地震臨時情報をご存知ですかというページでございます。南海トラフ地震は駿河湾から宮崎県の日向灘沖を震源域として過去に何度も大きな被害をもたらしてきました。この想定震源域で地震や地殻変動など異常な現象が観測された時に、気象庁がこの臨時情報をお出しするようになっています。突然の発表で慌てることがないようにぜひご覧いただきたいと思います。さらに次のページはブロック塀の撤去改善の助成だとか、災害に強い地域を作るためにというご紹介、そして民生委員児童院のご紹介もしております。岩田で遊ぼう、世界の飛び出す絵本展の紹介、それから昆虫公園の紹介等々も、いろんな今回も面白い特集を組ませていただきました。広報岩田は自治会の協力で市民の皆さんにお届けをしております。各交流センターや図書館、そして市内の公共施設やスーパーコンビニでも配布をしております。市のホームページでもご覧いただけますので、ぜひご家族皆さんでお気軽にご覧をいただきたいと思います。皆さんのお手元にもうじき届きますので、お楽しみにお待ちください。今回もありがとうございました。